琉球トラウマナイト、閑古鳥の鳴く夜、古典怪談朗読劇、琉球の古典怪談をラジオドラマでご紹介しましょう。ご案内役は役者の神崎秀俊です。チャーギのせい第1夜。琉球では古より古木には神が宿ると信じられてきた。古木に宿る神は内縄口でシーと呼ばれ、それは村の守り神でもあり、人々の拠り所でもあった。その昔、ある村の山にも一本の御神木が生えていた。それは茶木、つまり犬巻という硬い木で、その葉を仏壇に備えたり、あるいは仏壇そのものを作るための木として重宝されていた。その下の村に住む青年サンラーは、御神木である茶木の木の上に畑を持っており、山登りをする前にそこでお祈りするのが日課であった。ああ、なんて今日は空気がうまい日なのだろう。きっとこの空気がうまいのも、空が青々としているのも、みんな茶木の御神木のおかげです。いつもありがとうございます。これからもどうぞ、村と私たち一人一人をお守りください。サンラーは御神木にそう祈ると、自分の畑まで鍬を担いで登っていった。そして参道の途中で急に足を滑らせてしまった。いてて、足を怪我してしまったな。くそ、立てやしないぞ。困った。どうすりゃいいんだ。青年の畑の近くには他の畑はなく、普段は誰も通らない道でもあった。青年はしばらく助けを呼んだが、誰もそれに応える者はなかった。あの、どうされましたか？助けてください。ここにいます。声の方を見上げると、とても質素な服を着た美しい女性が立っていた。すいません。さっき足を滑らせてしまって、どうやら怪我をしたようなんです。あら、大変ですわ。今私が手を伸ばしますから、捕まってください。そう言って女性はまるで飴細工のような細い腕を青年に向かって差し出した。青年は藁にもすがる思いでその腕につかまった。すると青年の体は宙に浮くかのように坂の上まで一気に引き上げられた。ありがとうございます。この道は普段誰も登ってこないんです。あなたが来なければもしかしたら死んでいたかもしれません。あなたのように神様を信じる人はこんなことで死にはしませんよ。足は大丈夫ですか？娘が怪我をした足に手を当てると、痛みは急に治まり、立って歩くことさえできるようになった。ありがとう。この俺は何て言ったらいいのか。いえ、お礼はいりません。お名前は何と？女は秋の風に枯れ葉が舞うように軽やかに笑うと、茶木の方へ下っていき、やがて姿が見えなくなった。茶木の御神木が祀られている山で怪我をしていたところを美しい女性に助けられた村の青年。その女性は彼を助けた後、神隠しのように忽然と姿を消してしまった。村の人に聞いてもそのような女性のことを知っている者は誰もいない。茶木の神様、昨日私は世にも美しい女性に助けられました。ちゃんと礼を言う間もなく、彼女は姿を消してしまいました。神様、どうか彼女と
また出会いますように。そして助けられたことを感謝いたします。青年は茶木のご神木にきっちりと礼を言い、その上にある自分の畑に向かった。午前中桑で汗まみれになりながら畑を耕し、昼になり握り飯を食べていると、昨夜のあの女性がどこからともなく姿を現した。いやあ、昨日は本当に助かった。ありがとうという暇もなかった。本当にありがとう。いいえ、あなたこそいつもありがとう。私は何もしていない。でもあなたは違う。そうかしら。私はただそこにいるだけ、見守るだけですもの。それは謙遜しすぎだ。ところで座りませんか。ええ、ありがとう。出身はどちらなんですか。もともとこの山の出身ですが、隣の村にいます。そうなんですか。いや、出会えてとても嬉しいです。私も嬉しいです。ところでお水をどうぞ。ありがとう。水さえあれば命はつなげます。とても大事な源です。まったくそうです。ところで、はい、お名前は。そのうちにね。謎の女性はそう言い残すと微笑みながら参道を下って消えてしまった。青年はまるで太陽のような女性だと思った。初めて自分が恋をしていることを知ったのである。御神木が祀られている山で不思議な女性に助けてもらった村の青年は、その女性に恋をしてしまった。するとその思いを知ってか、女性は毎日彼の畑に遊びに来るようになった。いや、今日も来てくれたんだね。はい、あなたのところに来るのがなぜか楽しくなって。今日は名前を教えてくれるのかい。私に名前はないのです。でも便宜上呼びたければカナと呼んでください。カナか、素敵な名前だ。私はサンラという名前だ。よろしく。はい、よろしくお願いします、サンラ。二人が恋仲になるのに時間はかからなかった。やがて二人は結婚し、茶木のふもとに家を建て、そこで暮らした。三人の子宝にも恵まれ、村でも人々が羨むほどの幸福な家庭を築いた。だが、それも長くは続かなかった。ある時、大雨の中を一人の侍、つまり侍が馬に乗ってやってきた。侍は村人を集めると大声でこう宣言した。村の人々よ、通達する。この度首里のお城を改築することになった。よって六寸角以上の木材と正殿の大黒柱にするための太い木材が必要になる。王府の資料によると、この村には茶木の大木があると聞いた。それが欲しい。欲しいとは具体的にどういうことですかな。長老よ、つまりだな、切り倒して首里まで持っていくのだ。わかるか。ああ、それは無茶な。あの木は我々の御神木、信仰の要となるものでございます。どうかご了承。許さん。首里王府の命令は絶対である。茶木を差し出さないのなら、代わりに誰かの首を切る。すぐさまその木を切り倒し、王府に献上しろ。以上だ。
村の人々はその通達に対し反発した。彼らは集会を開き、その是非について話し合ったが答えは出なかった。サンラーは彼らの前で発言をした。私の意見ですが、あの木を切り倒すと必ず村に災いが起こります。それは確かです。良くないことが起こります。サンラーよ。お前は王府の怖さを知らんのだ。命令を守らないときっと彼らはこの村を滅ぼしてしまうだろう。あるいは武器を持って、チャーギを切り倒しに来る。もはや我々に選択権はないのだよ。この時代、首里王府の命令は絶対であった。いきなり村は困難な決断を迫られることになった。それはサンラーとカナにとっても悲しみの始まりでもあった。急に現れた首里の役人、城を再建するためにご神木であるチャーギを切り倒せと無理な要求を突きつけてきた。村の人々は話し合ったが、首里王府の命令に背くのはできない相談であった。話し合いの結果、明日サンラーがその木を切り倒すことになってしまった。ただいま。あなたお帰りなさい。首里の侍は何とおっしゃっていたのですか？ひどい話だ。首里城を再建するために我々のご神木であるチャーギーを切り倒して献上しろと言ってきた。まあ、そんな恐ろしいことを絶対にやめさせてください。私もそう進言した。だが誰も聞いてくれんのだ。村が滅びるでしょう。ああ、そうも伝えた。だが献上しないと今度はきっと首里王府が我々を殺しに来る。全員ではないだろうが誰かが殺されるんだ。あなた絶対にやめて。私悲しい。心と体が張り裂けるようです。私もだよ。なぜか私がチャーギを切り倒すことになってしまった。あなた、そんな恐ろしいこと絶対にやめてください。でも仕方がない。それをしないと誰かが殺されてしまうんだよ。あの木は私の命、私の愛そのものです。きっと私の命も終わります。そんなことはない。この際、村の人々の命の代わりにチャーギの神様に身代わりになってもらおう。それしかない。その夜、カナは大泣きしながら部屋に閉じこもってしまった。サンラーは人が殺されるよりはご神木を切り倒す方がいいと思い始めていた。チャーギの神様、どうかお許しください。我々がそれをしないと首里王府が我々の誰かを見せしめのために殺すでしょう。どうかそんな事態は避けられますようにお守りください。サンラーは一晩中祈った。だが次の朝になり、祈りが果たして届いたのかどうかサンラーにも自信は持てなかった。やがて彼は首里の侍と一緒に御神木のある山へ登っていったのだった。いきなりやってきた首里の侍の命令により、村のご神木であるチャーギが切り倒されることになった。首里城を改築するためにこのご神木が必要なのだという。
侍様、もしこの木を首里城のために献上したら、村の人々は殺されないと約束してください。もちろんだ。約束しよう。さあ、とっとと木を切り倒せ。サンラーはしばらくためらっていたが、やがて斧を振り上げ、力いっぱい御神木の幹に叩きつけた。その瞬間、サンラーの家ではカナが大きく悲鳴を上げていた。痛い！あ、助けて！私の命が。ああ、あなた。どうして人間は神をないがしろにするのですか？私たちはあなたたちを見守り、愛してきたのに。どうしてこんな仕打ちをするのですか？サンラー、愛しています。そして村の人々も愛しています。なのに、私の命はもう、ああ、さようなら、サンラー。さようなら、私の愛する村の人々。その日のうちにチャーギは切り倒された。やがて元気もなく家に帰ったサンラーは家の中を見て悲鳴を上げた。妻のカナはまるで干からびた木のようになって息絶えていたのだ。三人の子供たちも同じように息絶えてしまっていた。チャーギの主、私は一体何ということをしてしまったのだ。チャーギ主、それはつまりチャーギの姓である。カナはチャーギに宿る神の化身であった。サンラーは家族を埋葬しながら大声で泣いた。自分のしてしまった行いを深く恥じ、何度も神様に祈った。だが神は答えてくれなかった。なぜならもう、そこには神はいなかったからだ。やがてその村には不幸が相次ぎ、一人、また一人と亡くなり、集落は廃れ、見捨てられた状態になった。果たして神はどこへ行ってしまったのか、その答えを知る者は、誰もいない。チャーギの姓、スクリプト小原武史、サンラー役神崎秀俊、カナ役中野千尋でお送りいたしました。こんにちは、小原武史です。今日ご覧いただいたのはチャーギの姓という話ですけど、これ方言でね、チャーギヌシーって言います。まあ、チャーギのせいですよね。チャーギっていうのは犬巻っていう木なんですけど、これは神事によく使われるんですよ。沖縄でね、仏壇みたいに、よく、ヒヌカンっていうのがあるんですけど、それにこう、なんていうの、榊みたいにこう、備える木があるんですね。スーパーで売ってるんですけど、それがチャーギなんですよ。で、あるいはその、仏壇ですよね。仏壇の木。あれもチャーギが多いですね。チャーギと、黒木ですね。琉球黒檀。あれがよく使われるんですけど、まあ、硬くて丈夫な木。で、大木になるんで、まあ、神木というかね。そういうふうに祀られる場合も多いんですね。で、このチャーギの姓っていうのは、昔から琉球芝居。で、まあ、たくさん、採用されてきた話なんですね。で、琉球のこういう、まあ、村芝居から始まって、いろんな人がこう、まあ、演劇をやってきたわけですけども、結構怪談っぽい話っていうのは
普通に取り上げられてるんですよ。一番有名なのが、やっぱりその、まあ、次回、まあ収録する予定なんですけど、耳ちり坊主の話。あれがですね、もう写真だけ見たことあるんですけど、当時の琉球の舞台としてはもう非常に大掛かりで、もう本当に妖術界の僧侶が空を飛ぶし、舞台はひっくり返るし、地下からは出てくる、上から出てくる。まあ、今でいうアクション映画ですよね。そういう映画がなかった時代に、まあ、庶民の娯楽として発展していったわけなんですけども。まあ、今そういう、まあ、いわゆるね、お金のかかる舞台なんですよ。だから、なかなかその、やらないですよね、沖縄の舞台でね。お金かかるし、大変なんでしょうけど。だから、今そういうのが廃れてきてるので、まあせめてね、このラジオドラマでは、なんかそういう昔の、琉球のその舞台でやられてた演目芝居を、まあもう一度再現しようという、そういう意味もあって、まあチャーギの姓をちょっと取り上げたんですけども、こういうですね、チャーギの姓もそうなんですけど、根底にあるのは、一種のこの、首里城に対する不信感なんですよ。どういうことかと言いますと、今でこそこの首里城っていうのは沖縄の象徴として、皆さんにこう、まあ、観光目的であるとか、文化の発信地であるとか、いろんな意味合いで、まあ、重要な施設にはなってますけども、当時の沖縄にとっては、こう、王様って全部が全部その、本当に庶民のことを考えるいい王様であったかというと、決してそうではない。で、首里城のいろいろ記録を見ても、例えば王様の代が変わったと。で、第一尚氏と第二尚氏というのがあってね。まあ、これはちょっと調べてほしいんですけど、王様の系統が変わった途端に、第一尚氏の人は、まあ、殺されちゃうわけですよ。めかけさん、子供、子孫、全部一家皆殺しですよね。で、首里城に崖があるんですけど、こう、石垣があって、ここに一本の松の木がね、石垣から生えてるんですよ。で、そこに前の王妃様を蹴飛ばして、で、切って蹴飛ばして、死体が松の木にこう、ずーっとあったんですよ。それ誰も取らないっていうね。見せしめのためにそこを置いてたりとか、非常にそういう残酷なことがあったんですよ。で、地方の島々からは、まあ、年貢ですよね、いわゆる。それを、こう、ある一定の量を納めないといけない。で、人頭税っていうのもありましたし、とにかくね、税金を取ってたわけですよ。まあ、今の社会も同じですけど。で、昔その離島に取材に行った時に、離島とかね、北部の人、首里城とは言わないですね。水愚宿って昔の言い方で、首里は水なんですけど、水愚宿って言いますけど、水愚宿、並んどって、こう、なんか、嫌だったみたいです。で、首里城がこの前ね、火災で燃えちゃいましたけど、あの時も反応は様々で、やっぱりね、その離島の人とか、地方の人は、昔のその圧政の記憶があるから、首里城に対してあまりいいイメージはないわけですよ。で、そういう、その、まあ、共通の、なんか、中央に対する不信感みたいなのが、この話にはよく出てるなと、思いました。まあ、今でもね、日本の政治に対してとか、沖縄県の知事に対して、こう、文句を言う人はいっぱいいるわけじゃないですか。それと同じことが、やっぱり昔も、ね、続いてそういうのがあったんだと。で、やっぱりその、人々を滑るというか、統一して、こう、うまく収めていくっていうのは非常に難しかったんでしょうね。やっぱり力により圧政とか、圧力っていうのはありましたし、まあそういうのがこう根底にある話なんですね。で、昔からですね、こういう御神木とか、いうものは、まあたくさん切られておりまして、クンジャン砂漠っていう民謡があるんですけど、このクンジャン砂漠って、クンジャンっていうのは国神。北部ですね。国神の砂漠っていうのは役人って意味なんですよ。で、国神村の役人の、まあ話なんですけど、
民謡の中では普通にこのおかしいというか怪談っぽい要素って全くないんですけど、これが民話になってくると、非常に面白いんですね。このクンジャン砂漠井っていうのは民謡の中では、まあ、普通の役人ですけど、この民話の中ではですね、人間の男性とキジムナの女性の間に生まれた人がクンジャン砂漠井なんですよ。だから人間とキジムナってね、結婚したら子供できるんですよね。で、そのお母さんが住んでた大木があって、まあご神木ですよ。で、それを首里城建築のために切っちゃうんですね。切られたらどうなるかって言ったら、そこに住んでるキジムナは死んじゃうわけですよ。で、死んだ後、その大木を響きって言ってこう運ぶわけですよね、木を。ところが、キジムナの住んでいた木だから、誰が弾いても何人で弾いても弾けないんですよ。で、どうしたか。その、キジムナーのお母さんの息子であるクンジャン砂漠井を呼んできて、上の、木の上に乗せてですね、こう、采配を取らせたわけです。木の枝を持ってこう、人皮枯れっていうですね、家の、この新築祝いなので、こう、振る木があるんですけど、それを振らせて、ようやく、こう、その木は首里城まで行くんですけど、でも考えてみてくださいよ。お母さんが死んでて、お母さんを殺されたのに、そのクンジャン砂漠へ役人ですから、それをしないといけなかったって、これちょっと悲しい話じゃないですか。僕だって嫌ですよね。母親が殺された家を、なんか、まあ、例えばキャンピングカーとして、お母さんが殺されたキャンピングカーに、書き方わからないから運転してくれって言われて、それをなんか東京まで運ぶとかね。そういうことですよ。だから、こういう話にもやっぱりその首里城に対する不信感っていうのは、まあ、根強く残ってるんでしょうね。で、まあ、昔の話ですから、役人もやっぱり脅してね、いろいろやったっていう記録は残ってるんですよ。で、首里城に、やっぱり処刑人もいたっていう記録もありますし、ワーサーって言ってたらしいですね、処刑人のことは。ワーサーっていうのはどういう意味かというと、豚を裁く人です。で、豚とかヤギとか家畜を裁く人ワーサーって言ったんですけど、まあ、そういう、やっぱり処刑人がいたってことは、処刑をされる対象の人もいたでしょうし、まあ、私たちが今考えているようなパラダイス的な首里城っていうのは、やっぱり幻想というかね、いろいろあったんだと思います。やっぱりね、策略とか謀略とか渦巻いて。で、そういうのがやっぱり民話の中にちょこちょこ残ってるので、まあそこもね、なんでそういうことが起こったのかとかいうことを考えながら、当時のね、歴史的なことも考えながら見ていくと、さらになんかね、深まって、奥深いところまで理解できるかなと思います。これからも、こういう変わった、誰も取り上げられないような、変な話を取り上げていきたいと思いますので、まあ、引き続きよろしくお願いします。小原武史でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。